あれこの時間にこの曲と思われたかもしれませんが「<laughs> なるみつやっちゃいます競馬コーナー!<お>」っていうのもメッセージでい,いておりまして、はい、これ昨日ですね頂い,いていたのが「アツエツのお父さんいただきました」。 明日これ昨日の段階ですけれども、明日ホープフルステークス G1 がありますね、競馬予想あるんでしょうか、いつも参考にさせていただいていますので、ぜひ放送られる予想をお聞かせ願います、希望としては、ファントムシーフの屋根が最後のホープフルステークスですので、勝ってほしいですというメッセージを頂戴しておりました、ありがとうございます。はいまあ、の日曜日はね、えー、有馬記念、ね、ビッグレースがありまして、まあ、美香さんね、はい、5番と7番ね、予想してたんですが。 残念ながら。そ5は最後ね。そうですよね。ねよね3着に突っ込んできたんですが。すちょっとね、残念。残念です。そんなね、有馬川。ただ いまだ実はあるんです、まだある今日ホープフルステークスという G1 <い>、えー、レースが中山競馬場でありまして、<い>えっと、今とデビューしたばっかりの2歳の馬たちの<い>、えー、芝の2000メートルでの戦いということで、えー、今日も腕まくりで予想されている方もいらっしゃると思うんですが、<い>えー、この、ね、屋根っていうのは競馬用語で騎手のことを言っておりまして、<い>ファントム,シ,ムフィシーフという一番の馬に騎乗するのが福永雄一騎手<い>、えー。来年の2月で 引退をして、無ちを置いて調教師に転身されるということで、まあ、最後のねホープフルステークスで期待されているというのが、の父さんですねうもうその他にもね、たくさんルモイのアパパネさんは、えっ、ー、と、関東馬、グリューネ・グリーンとキングズ・レインがストリックに頑張ってほしいですと、あと、一ち競馬場の YouTube を見てくださったようで、えー、全部いろいろ見てくださったんですね、えー、面白かったと、いつか生まで水の名人の実況を聞いてみたいですと、そんなね、えー メッセージもいただいていてあのこの前ね、ねえー、と函館競馬場で、えー、開催させていただいた初めての競馬教室、競馬ビギナーの方を対象にしたね、はい、その様子をダイジェストにしてね、ね昨日競馬部の YouTube にアップしてそういったのをご覧いただいたようですし、うん、あきのう、鳴光の中で終盤にお伝えしたんですが日高をね、えー、巡るバスツアーの販売が始まりましたということで、うん、あこれよかったらぜひ。あのー いちびトラベルの、ね、ホームページ見ていただいて、ね、ゴールドシップとかアドマイ・ジャパンに会えるチャンスがありますもう早くも申し込んでいただいたっていうのは浦川のとんてつさんあ,らーあらーもう日高に住んでるのに申し込みましたっていいやー嬉しいありがとうございまますす本当待ってますからねでホープルステックスはねあやっぱりファントムシーフ福永棋士の中山最後の g 1そして谷川牧場の生産馬を応援しないわけにはいきませんねとあーね、えー、地元の馬というねそういったことですよね。えー、サスライ,ライラーさんんはなんと 中山競馬場に現地観戦行っててそうだ行くって言ってましたもんね、えー、え本命武豊樹が g 1全制覇してほしいからセレンディピティですと4番の馬そう武騎手これ勝つと全部制覇しちゃうすごいですよ<ー>で対抗ミッキーカプチーノこれ一番人気ですね今のところ18番に入りましたけれどもあとはセブンマジシャンとかガストリックで予想しますというもう皆さんの予想頂い,いてるんですがさあお待たせしましたはい この秋は、ちょっとなかなかね、もう全敗です。なんですけども、最後、ミカさん、いきましょう。はい。どうしますか一番最初に、目が止まったのが、ミッキーカプチーノです。おなぜかというと、ミカが入ってるんです。ミッキーカプチーノ。なるほどはいきましたね。ミッキーカプチーノでいきます。なんと、最後の最後に、はい。 一番でも皆さん予想とか人気とか全然分かんないですもんね。これね2 0 2勝で非常にね2 0とも強い勝ち方をしてきてる馬ですからもう一番人気にもねなるのうなずけるんですがただこの大外枠一番外がどうかというのもあるんですがでもそれを超えてですね人気を集めているのでさあこれ最後に三河県ね。 とか買ってほしいそっか他の馬で見とか入ってるのはいませんもんねじゃないかと思うんですよねパッと見てあっと思ったんですよねいやーそういうの大事ですからねえあとこのレースはあの今村聖奈さんっていう今年デビューしたばかりの女性ジョッキーが初めて g 1に乗るとははいい16番のスカパラダイスという馬に乗るんですがその辺りもね注目点はあるんですが私水野は。はい 最後ねもう皆さんと同じ思いの方多いかもしれませんが1番ファントムシーフ、うん、福永騎士<ー>福永雄一。 ホープフルステークス G1 制覇と入信を期待したいなと思いまして、調教<ー>抜群でした。<laughs> この馬も2戦2勝で強いなと思っています。あとは G4 番に J. イパームスという馬がいるんですが、こちら対抗。このお母さんのキラーグレイシスという馬が、はい、去年、えー、キラーアビリティと馬が勝ったんですが、その馬のお母さん一緒なんです。だその弟なんですよ、J. イパームス、えー、ちょっとお父さんは違うんですけども、はい、やっぱりね、そういう合う血統だと思いますし、調子もいいと思いますんで、ぜひ、うん、期待したいなと思います。えー ということで、はいはい、今日は地盤ホープルステークスあります。最後の中央競馬も楽しく行こうぜ。